吉こと門脇かな子です。じゃーん。今日はね、美容室帰りに GU で買い物をしてきたので購入品をご紹介します。いつもね、美容室帰りに GU 行くんですよ。美容室から徒歩1分2分ぐらいのところにね、 GU があるから、ちょっと購入品をご紹介したいと思います。まず首周りが空いてる T シャツというか、スタイルヒートっていうあったかいものなんですけど、これね、ただのインナーじゃなくって、中にねカップがついてるんですよ。ほら、わかります？こう自立してんの、カップついてるから、ブラしなくてもこれ1枚で着れるっていうものなんですけど、あったかいし、これセールしてたんですよね。990円でした。首元がね、空いてるこう T シャツだったりとかニットとか着るときに、インナーがね、ここちょっと見えちゃうことあるじゃないですか。で、それがすごい嫌やったけど、これやったらまあ空いてるから、そんなね気にすることもなく着れるかなと思って、あと楽、ブラしなくていいからね。もう女の子は全員共感してくれると思うんですけど、次、スウェット買いました。ダブルフェイスビッグプルパーカー、こういうベージュのスウェットで、でこう首元ひもついてて、で下がね、可愛いのが若干下の丈が長いんですよね。これね、メンズなんですよ。私は M サイズを買って1990円でした。長めの白の T シャツとか着てちょっと重ね着しても可愛いし、中に薄手のニット、首元ついてるニット着て、この首から出してきても可愛いかなと思って、 T シャツとかパーカーとかスウェットとかはね、結構メンズもの買うことが多いですね。大きめに着たいんで、大きめばっかり持ってるから、こう自分のサイズにぴったりなスウェットとかパーカーとか T シャツとかすっごい少なくって、大きめってなんか可愛いじゃないですか。下細身のスキニーとかニットパンツとか結構私持ってるから、まあそれに合わせやすいかなと思って、結局大きめ買っちゃうんですけど、っていう話でした。次、ベルト買った。あー、え、これ何やったっけ、ちょっと待って、思い出そう。ちょ、全然思い出せへんけど、私ね、ベルト持ってないんですよ。こういうシンプルなやつ990円、そんなに高いお金出したくないから、ニットワンピとか来た時に、まあ、腰これ巻くのもワンポイントとして可愛いかなと思ったから、ちょっと試しに一旦黒買ってみて、ピンクブラウンみたいなカラーも可愛いなって思ったけど、まあ一旦ちょっとこの黒買ってみて、ベルト結構使うようやったら、まあ、何色か増やしていこうかなと思ってベルトも買いました。あと部屋着買いました。モコモコの部屋着なんですけど、去年から出てるのかな、去年に妹が買ってて、で実家帰った時に、めっちゃあったかそうやんそれって言って、でかなちゃん貸したろかとか言うけど、なんかちょっと悔しくって、いやいいわとか言ってて、でもめっちゃあったかそうやし気持ちよさそうやから、私も買っちゃいました。マシュマロフィール、これほんまに気持ちいい。もうやばい、これで寝れるとか最高でしかないねんけど、サイ&コーやねんけど取れない、もうこういう系ほんま苦手。よいしょ。まずズボン、リボンついてるし、で長ズボンね、これは長ズボン、ちょっと裾広がってるな、裏もモコモコ、もうマシュマロみたい、チンする前のマシュマロ、マシュマロってチンせずに食べる前提やけど、袋から出した瞬間のマシュマロな感じ。上はこんな感じ、ほんまあったかいんですよ。この上も裏地はマシュマロ生地です。ジェラピケでも上のモコモコのパーカーみたいなのね持ってるんですけど、やっぱり冬場はそれ着ないと家の中じゃすっごい寒いから、絶対必需品なんですけど、毎年冬場しか登場しやんのに、あの値段出すのはちょっと自分では別のものにお金使いたいな、その分って感じやったけど、これねめっちゃ安かったんですよね。2000円ちょっとなんですよ、上下で。ってことは別々で買ったとしても1000円ぐらいってなったらめっちゃ安い。私は白買ったんですけど、あとちょっとピンクっぽいものとか、去年も出てたけどネイビーっぽいものもありました。私はちょっと白にしました。次ね、こないだネットで見たんですけど、 GU からマスクが出てました。黒のプリーツタイプと、こっちはブラウンのレーシーリブ。開けますね、まず黒から。これ1枚ね590円やからね、ほんまに安い、洗って使えるし。まず黒こんな感じで、耳元はこのゴムで調整するって感じ。裏はねこう気持ち、全然チクチクとかしない系の布。あ、いい感じ、あ、フィットする。鼻のところここめっちゃフィットすんの嬉しいわ。なんか良くないですか、あったかい。ほんで
これ夏場はちょっとしんどいけど、冬場はこれで全然いけるって感じですね。私ね、紙というか布みたいなマスクしてる時にここ結構置くんですよね。ここはしっかりねフィットされてるから安心かも。あとね、こう息したらちょっと手すった時にピタッとくっついて、鼻とかなんなら爆笑した時とかここ歯型つくことありません？歯型っていうかもう透けて見えるみたいなが嫌やけど、これはない全然。ベージュもつけてみよう。スーパーだけとかコンビニだけとかやったら紙使うのもったいないから、そんな数十分のためにね、こういう布マスクを私は使うようにしてます。個人的にベージュがお気に入りかもしらへん。こんな感じ、ちょっとリブっぽい、こういう服持ってる。で裏も布で、ここで調節。ベージュの服よく持ってるからベージュいっぱい使えそう。うん、あ、いい。さっきの黒のこのプリーツ生地よりかは着心地の軽さで言うとこっちのリブなのかもしれない。でも保温性で言うとこっちかもしれへん。いい感じ。あ、今日の格好やったらこのベージュかな。遠目で見たらマスクしてないみたいやん。ここにリップピピピって書いたら絶対かかんけど。で最後なんですけど、まず見てください。じゃーん、靴買いました。 GU で靴買ったマジで久々。レースアップブーツ買いました。ちょっと前にね、 GU で膝下ぐらいまで、もうちょっとここが長めのやつ、レースアップブーツが売ってたんですけど、白と黒どこも完売でなかったんですよ。で私はその長いやつの黒が欲しかったんですけど、どこの店舗探してもやっぱりずっと売り切れで、もういいわって思ってたんですけど、このねショートのブーツは今日あったから。黒はねでもやっぱり人気あって、 L とか XL とかしかなかって、私サイズ 22.5 か23やから S サイズなんですけど、 S ないかなと思って奥の方を見たらね、奇跡的に S サイズありました。しかもこれ値段が3990円。ブーツで3990円ってめっちゃ安いし、最近ねこの形のブーツが流行ってるから欲しかったんですよ。ドクターマーチンね、私欲しいんですよ、ずーっと何年も前から。でもちょっと値段お高めやし、買うの結構躊躇してたんですけど、 GU からこれがね4000円ぐらいで出てくれたから買っちゃいました。やっぱちょっと重たいけど、まあこの冬ちょっとあったかいし、ちょっと分厚めの靴下履いて出たら、まあ無敵かなと思って。どんな格好でも合うしね、ワンピースでも全然合うと思うし、あとスキニーのブーツとか履いた時もこうなんかインして履いたら可愛いなと思って。まあおしゃれは足元からって言いますからね。人気やから欲しいって思ったらサイトかアプリで在庫確認して行った方がいいと思う。白とかやったらあるけど、黒はやっぱりね一番合わせやすいからか人気やから、欲しい方は調べて行ってみてください。ということでですね、今回は GU の購入品をご紹介しました。まあ今日私が買った中でおすすめはこのマスクとレースアップブーツかなと思います。めっちゃいいから、ほんまにこれほんまに可愛い。履くの楽しみ。明日履いていこうかな。私が今日買った中で気になるものがあればぜひ皆さんゲットしてみてください。そして GU の中でこの商品めっちゃ金吉いいよっていうものがあればぜひ教えてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。私のこのおすすめのマスクとか、さっきのブーツとか、いいなーと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。バイバーイ!